やってきました、本マグロセットでございます。大トロに中トロに赤身で鉄火巻きがありました。これに鉄火丼まであるんで、めちゃくちゃうまそうやないの。こっちには土瓶蒸しがあって、これ中なんですか。中、うわわわわわ、なんかいっぱい入ってるぞ。これめちゃくちゃうまそうやな。はいはい、マイデですということでね、今日はナンバシティ、カーニバルプラザに来てんねんけども、今日どこ行くんやったら、前にねこの辺うろうろしてめちゃくちゃ気になったお店なんで、ここ行こうもんね。ということで本日の店こちら、堺屋さんでございます。このお店さ、この見て、いろんなこんなメニューあるやんか、あるんやけどもね、一番気になったのがこれ、このさ、本マグロのセット、この大トロ、中トロ、赤身と鉄火巻き、それと土瓶蒸しがついて、ほら2400円ね。これが気になったんや。これ行こう。店内はカウンター席のみになっております。すみません、ほな僕生ビールと本マグロセット、はい、お願いします。やってきましたね、本日も生ビールでございます。ではでは、本日も一杯ビールいただきたい、カッペラス。やっぱりビールはうまいな。ということで、このなんかお魚のアラニいうかな、おだあの突き出しできたんで、これいただきます。うん、煮魚うまいな。ここ前ができたかったよ、マグロのセットめっちゃ楽しみやってきました、本マグロセットでございます。大トロに中トロに赤身で鉄火巻きがありました。これに鉄火丼まであるんで、めちゃくちゃうまそうやないの。こっちには土瓶蒸しがあって、これ中なんですか。中、うわわわわわ、なんかいっぱい入ってるぞ。これめちゃくちゃうまそうやな。とりあえずまず土瓶蒸し、これからいっとく。土瓶蒸しなんてさ、豪勢なもの食べることないからね、まずここにこう入れて、まずはこのねお出汁から、これ土瓶蒸し久しぶりやるな。いただきましょう、いただきましょう、いただきます。あー、味付けがうまちょっとこの土瓶蒸しの中見てみる。中なんやこれ。これがしめじか、しめじとか野菜が入ってて、こっちの、わ、大きい貝も入ってるやんか、これ。ちょっとほんなまずこの辺の野菜からいただきましょうか。まずはしめじからいっときます。いただきます。うん、優しい味。こう、ドブ蒸しなんか食べるの久しぶりやわ、テンションマックス見るね、このでっかい貝、これ、あ、ちょ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 、ハマグリやな、これ、貝いただきます。うん、ドリンゴシに野菜入ったらしい、貝入ったらしい、うまっ、ほんま、あれやわ。あー、大人の晩酌という感じで、うまいぞ、これ。続きまして、こっちやね、本マグロの方ね。これまずはこの赤身からいっとく。赤身ね、この赤身からさ、順番に上に上げていかなきゃ、中トロ大トロでね、まずはこの赤身からほらいっときましょう。いただきます。めちゃくちゃうまいぞ、ここの赤身が分厚いしでかいね。こうなっとったから、ちっちゃいんかな思ったら、食うたらめちゃくちゃでかいこれうまっ最後は大トロやな。このめちゃくちゃ脂のとさ、見てこれ、ほらたまらんぞ、これこれ大トロめちゃくちゃうまそう。いや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 、大事、大トロ大トロ、これ見てほら、たまらんね、これ。いただきます。めちゃくちゃうまい、ここのマグロ。赤身かって脂乗ってんねんけど、中トロもめっちゃ乗ってるし、今食うた大トロめちゃくちゃ脂乗った、最高すぎる。うめ、まずはさ、私わさび好きやから、このわさびを、これ丼にしようか、これ丼にやって、こっちの方がこの辺をこうつけていって、この辺からマグロ鉄火丼いっときます。鉄火巻きやね。
いや、締めはこのマグロ丼、これでいっとく。めちゃくちゃうまそうやね、これ。ほら、これの、これね、マグロ三昧でこんだけの、最後どんぶりで締めますからね。これめちゃうまそう。ではではここに醤油ね、醤油チャラッとこう上からかけて、こんなもんですか。これでいきましょうか。しゃあ、ではでは、いっぱいマグロがありますよ、これ。どうです？マグロがいっぱい乗ってるし。いや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 。これ、どうよどうよ、めちゃうまそう。ほら、これでいっとく？マグロと。ほんま、マグロ三昧。うん。これで2400円。絶対安いと思うで。これね、前から気になっとって。ただね、このお店、予約できへんねん。あのね、5時かなんかの、一番最初だけ予約できんだけど、それ以外は予約受付出ませんよ、これから。まあ、来てみな、分からへんねん。めっちゃうまそう。うん、僕も今日、入れるかな、思って来たんやけど。これ、これが食べたかったんや。うん。ほんま。前から来てみたかったけど、ほんまうれしかった。大満足やば。期待以上やった。最初の握り寿司から、めちゃくちゃ脂乗ってるし。で、鉄火巻きは普通やけど。で、土瓶蒸しやろ。で、最後はその鉄火丼までついてて2000円やから。めちゃくちゃ安い。これ絶対おすすめやからな。うまっ。ああ、ようで。まだよかったね。ナンバーにお立ち寄りサイダー、このお店来てみてはいかがでしょうか。ようで、本日もまた満足でございました。ごちそうさまでした。いやー、つぶで今出てきたんやけども、この酒屋さん。前から気になってたのマグロセット食えてめちゃくちゃ大満足。あの、どんなんかなもいつもね、満席やね。たまたま今日行った入れたんやけども、ほんまに重たい以上のクオリティ、あの握りのマグロの分厚さ、脂が乗っためちゃくちゃうまい。土瓶蒸しにマグロ丼、これ最高なんでね。まあ、だから酒屋さん行ってみてはいかがでしょうか。言うて、またこの辺ね、探索してくれて、さよなら、バイバーイ。